ブランクスペース、星さん。竹を割ったような素直で明るい性格の JK と、地味なガリベンな JK の二人が主人公の漫画。なんやかんやあってガリベンメガネの JK が空想から見えない道具を作り出すエスパーだと知った主人公がそれをきっかけに親友になる。そこからほのぼのエスパー女の子との青春漫画かと思いきやここからメス文学が牙を剥き始める。このエスパーちゃんは学校でいじめに遭うことでどんどん鬱になり始め、次第に見えないナイフを作ったり、銃を作り始める。また、一部のメスは自分が特定されないアンチから陰口を叩いたり、ゴミを靴箱に仕込むとかの陰湿さがとても胸くそに表現できておりべね。人族のメスがコントロールする社会って、多分こういうクズメスによって非常に陰湿な社会が爆誕する気がするので、あんこが震えて夜も眠れないので。ここからこのメスは学校をぶっ壊す生物兵器や巨大斧を作成しようとし始め、それに気づいたもう一人の主人公のメスがその JK をなんとか止めようと画策する。そこで JK が武器じゃなくて彼氏できたらすごい楽しいよって説得することで、そんなに楽しいって言うなら作ってみるわってなってエスパー JK の精神が安定する。そこからなんやかんやあって空白の生物兵器が生まれちゃったり色々あるとても面白い作品。最終巻の空白の使い方だったり、この JK がいる街全体が持つ空白を生み出す現象だったり、最後の怒涛のバラバラだったストーリーが収束する感じやちょっとした BL 展開とか、最後の空白の街が発展していく部分をお上手に描くアイデアだったり、空白を使った頂上決戦など最終回のアイデアの詰め込み具合がディモールとべね。